小さい頃からやっぱり我々の世代って父親の後を継ぐっていうのは割と当たり前のようになってたんで、小学校の寄せ書きにも漆職人って書いてありました、将来の夢。タジというのは生漆とトノコという土系のものと珪藻土を焼いて砕いたものを練り合わせてお椀につけていくっていう感じです。やっぱ生地屋さんがやっぱいいと僕の仕事もやりやすいし、僕の仕事がいいと次の上塗りの仕事もやりやすいし、やっぱ全ての人が丁寧に丁寧にやっていくと綺麗でいいものができるっていうのは、やっぱ我々職人のプライドっていうか、よくしていかねかんとこではあります。ここは最終的な漆の塗りをするところで、上塗りっていう工程になるんですけど、3代目なんです。おじいちゃんからでお父さんで自分って形で、まあ代々、18の時ですから約30年ですね。溜め色っていうんですけども、塗膜の厚みこうムラをなく塗り上げるっていうのは難しいところありますね。湿度と温度の関係で乾きの速さが変わるんです。あんまり乾き早くしすぎてもこう失敗したり、遅くてもダメですし、そうちょうどいいところを見極めて湿度と温度を考えながらやるっていうのがこの仕事の一番難しいところでもありますね。大昔、防水とかそういったようなことで漆を使い始めたんじゃないかなと思うんですけども、何千年前になるのか、そういったものが出土されてますんで、やはりその陶器とかガラスにない温かみっていうのが漆のものにはあるんじゃないかなと思いますし、例えば口をつけていただく時なんかでも、やはり唇の触りとか柔らかく感じるので。人のこうぬくもりを感じる器っていうのでやっぱりいいんじゃないかなと僕は思ってますけど。色漆、消し蒔絵、そんな感じやね、工程からいくと。10代からやったから50なっとんかな。そんなとこに行って自分の品物があるんだと、あと思うし、あ、これをまた記念品に使うんやと言うたら誇りに思うわね。このニウムはもう本当にもうみんな作っとる人が本当にそれにわずか、ごくわずかやし、後継者が少ないやもん。マキアなんか本当少ないよ。自分ならこの年代がちょっと自分が続いていけるんなら守っていきたいと思います。幼少の頃から絵を描くことが勉強よりは好きだったということで、石川県の輪島が木の先生方がたくさんおられたので、人間国宝の先生直接図案とか7年間勉強させてもらって、26の時にこっち戻ってきたんかね。これやっぱ自分の性分ですかね、やっぱこだわりっていうか、肉眼であまりよく見えないかもわからないんですが、虫眼鏡で見ても、ああ仕事がしてやるなというふうに思ってほしいという、職人、根性というかね、一番大事な部分だと自分は思ってます。